自宅カレンマクラスキーは、アメリカ合衆国の ABC、デスパレートな妻たちに登場する架空の人物。演じるのは、キャスリン・ジューステン。日本語版吹き替えは、谷育子。ウィステリア通り4358番地に住む。夫・ギルバートの死後は一人暮らし。隣人たちの底をうるさく監視、注意し、おせっかいを、近所から迷惑がられている。特に、リネットとは、 長年の天敵同士、一人息子を12歳で亡くしたらしい。スカーボキの子供たちに植木鉢や死んだ息子の作った紙粘土の時計を盗まれ、リネットの家に怒鳴り込んでくるが、自宅に誤りに来た子供たちを優しく悟す。その後、リネットとの口論の最中に通りで倒れ、彼女に病院まで付き添ってもらい、命の恩人のリネットに感謝する。 友達付き合いをためらうリネットの態度に拗ねてしまうが、リネットが再び手助けをしたのを契機に付き合いが始まる。ソリス家の侵入事件を受けて開かれた緊急集会では、住民の出資で警備員を雇うよう強行に主張、反対するスカーボ夫妻と対立する。その数日後、リネットがトムに子供たちへの危機意識の甘さを知らしめようと、会社の受付係、 スティーに頼んで双子を誘拐させるシミュレーションを行う。ながスティーを本物の誘拐犯を間違えた、マクラスキーさんは、スティーに容赦なく、スタンガンを浴びせまくる。トムが再び勤め始めたため、ベビーシッターを頼まれ、以後、スカーボケに出入りするようになる。トムの不倫が疑われた時も、リネットに真相を突き止めるよう進め、子供たちを預かる。その際リネットが、 もしトムが浮気していたらという質問には、その時はあんたに、あたしの銃を貸してあげる。と言っておりかなり着物座った人物である。マイクの工具箱をしばらく失敬していたために、マイクに対するモニーク殺害容疑をより深めてしまう。またリネットに、幼児性愛者アートへの不安について相談され、この話を近隣住民に広めて、抗議行動を組織。 腰を痛めて療養中のトムの傲慢さに我慢できずピッツェリアに現れ忙しいリネットに子供たちを押し付けてシッター業を途中放棄する長年死んだ夫の死体を地下室の冷凍庫に隠していたが停電が起きた際に怪我を負ったため入院その間アイスを盗もうと地下室に忍び込んだパーカーに見つかるお見舞いに来たパーカーには真実を話し秘密にするよう 約束させるが、実は冷凍庫が停電時にショートしており、死体が腐敗したため間に発見され、逮捕される。自供後は家に戻るが、隣人たちに夫殺し扱いされ、スカーボケのシッターにも呼ばれなくなる。パーカーに真実を打ち明けて、シッターに戻ってほしいと頼まれ、ついにリネットたちに告白。実は10年前に死んだ夫ギルバートは、遺族年金の受給者を別れた。 最初の妻に指定したままだった。生活を守るため、夫の死を隠しておく必要があったのだ。この告白で、住民たちによる枕スキーさんへの村八部状態は、溶け、再びスカーボケに出入りするようになる。ありがとうございます。